かにレベルの低い授業を思い始めて、うん、親ガチャとか、うん、担任ガチャとか分かってきた俺。勘違い甚だしいですね、はい、どうでもいい、ふざけんなよ本当。9月の24日までは席としては学校の教員っていう形で、同級中で、まあ、そのまま退職っていう形になります、うんうんうん、次の仕事っていうか働き口としては父親が会社してるのでちょっとそこの手伝いをさせてもらいながら、うんまあ、収入の面はそこで補いながら、うん、今ドラゴン先生からフリースクール立てる方がいるので、手伝いをしなさいっていうふうに、うんうんうん、いただいてちゃんと本気でやっていこうというふうに。そうなんですね。まずはそこですね。教員時代の働き方的なところってどんな感じだったんですか？今回そういうことも話したいなと思って。あ、そうなんですね。なんていうか自分はその働き方もそうだったんですけど、うんうん、すごい後悔してることがすごい低いレベルのコンテンツを与えてたなっていうか、うん、授業というか、 なんか子供たちにすごい価値提供できてなかったなっていう後悔がめちゃめちゃあって、自分のレベルが低すぎて全然ダメだなって。だから自分が成長しないから子供たちにもそのレベルの高いいいコンテンツ与えられてなかったなって思って、学校の中にいたらレベルが上がらないなって自分は思ったので、うんうん、そこから飛び出して自分のレベル上げて、将来は、まあ、学校のものなくていいとは思ってられるんですけど、うん、レベル上げた状態でこう価値提供していける人間になりたいなって。子供たちに質の低い授業をしていたって思ったきっかけが何かあったんですか？きっかけは離れてみて感じました、うん、病院とかで、うん、ドラゴン先生の話聞いたりとか、うん、いろんな人と会ったりとか、そういった時に学校ってすごい狭い世界だなっていうふうに感じて、なんかもっと広い世界を見れるような教育が必要だなっていう。学校での人間関係的なところはどうでしたか？人間関係は合わない人がどうしてもいたんですけど、うんうん、はい、そこは今思えばレベルが低いというか、うん、っていうところもあったんじゃないかなっていうふうに。病気のその人間関係的なところっていうのが関係してる感じですか？そうですね、形上は腎臓の病気なんですけども、うんうん、適応障害っていうのも診断されてて、うんうん、腎臓の方で病気を取らせていただくっていう、うん、あ、そうなんですね。学校の教育コンテンツの低さと、これからこうドラゴン先生が作っていく教育コミュニティにすごい話したいなっていうのはあります。教育変えていきたいなって思いとかもあるんですか？それはすごいありますね。だからドラゴン先生がやる教育コミュニティを作るっていうのに感銘を受けて、そういう世界を見ていきたいなっていうふうに思ってて、そういう風にするためにドラゴン先生の近くで学びたいし、この前秘書も一応応募したんですけど、はい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 、ドラゴン先生の近くで一緒にいることでレベルアップして自分もより良いこう教育コンテンツを作っていけるように価値提供できるようにしたいなっていうふうに思ってます、うんうんうん、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではターキーの個別コーナー行きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はどういったご相談ですか？学校教育のコンテンツの低さについてと、ドラゴン先生がこれから新しい教育コミュニティを作っていくっていうところのお話をできたらなっていうふうに思ってちょっと来たんですけども、自分学校から離れてみて後悔してるっていうか思ったのが、いかにレベルの低い授業コンテンツを与えていたっていうのになんか思い始めて、自分のレベルの低さっていうのをなんか今もそうなんですけどもすごい感じて、価値提供全然できてないのに学校の先生やってってなんか絶対違うなって思って、教える立場だったら自分がレベルアップしないといけないなっていうふうに思って抜け出そうっていうふうに決めたんですけども、その時にドラゴン先生はこれから教育コミュニティを作っていくっていうふうに言って、そういうふうな人間になりたいというか、ドラゴン先生はどんな教育コミュニティにしていきたいのかっていう、例えば好きな人から好きな場所で好きな時間にっていう風におっしゃってたと思うんですけども、でもリアルが大事って言ってたじゃないですか、そういった話がしたいなって思ってきたんですけども、はい、じゃあ今聞いてみて気になったことを確認していい？はい、レベルが低いんですかって自分は思ってます。なぜレベルが低いと思ってるの？まだまだ知らないことが多すぎるなっていう風に、じゃあレベルが高い人とか、レベルが高いものっていうのはどんなものなの？ドラゴン先生とか、はい、常に学び続けてる人、コンフォートゾーンの外に出まくってるというか、すごいなっていうふうに思ってます。俺レベルが低いから学び続けてるんだよ。
そういう認識を持ってる人がレベルが高いって思っちゃいますね。別にだから高い低いってあんまし考えてない、はいはい、目の前に学びたいことがあるから学んでるみたいな、だ僕は低いんでとか、はい、そんなにかしこまることもないしぐらいな感覚だけど、すごい。もう一つなんですけども、はい、さっき言ってた教育コミュニティをこれからこう作っていくっていうところで私はすごい感銘を受けたというか、はいはい、自分もその考え方が好きで、自分で選択できるってめちゃめちゃ大事なことだと思ってて、うん、大人の方が選択はすごいできるかなって思ってて、でも子供って生まれた場所とか親ガチャとか、うん、担任ガチャとか、はいはい、なんならもう学校ガチャっていう感じじゃないですか、うんうん、そこをドラゴン先生は変えていきたいっていう思いがあるのかなって、うん、ちょっと違うかもしれないですけど私はそこを変えたいなっていう思いもあって、うんうん、分かってきた俺、はい、ターキー、はなはだ勘違いしてます、はい、勘違い、はなはだしいですね、はい、すいません、分かってきた。まず、はい、子供は親を選べないし生まれる場所とか時代とかを選べないって言ってるよね、はい、いや選んできたっていう前提で俺は生きてるよ。お父さん何してる方の？父親は一応社長やってます。お母さんは何してる方だ？母親は教員やってたんですけども。教員だった？はい、もう退職して楽しく過ごしてます、うん、そのお父さんお母さんを選んでたわきが生まれてきたっていう前提なの。例えばシングルマザーのお母さんで、はい、お金もなくって苦しくって虐待をするとか、はい、食べ物も与えないとか、それで亡くなる子たちっているよね、事実。それについてかわいそうと思ってませんか？あ、思ってますはい、思ってます。いや俺はそれを味わいたいから生まれてきたと思ってるんですよ。大前提が違うってこと、はい、この世の中に助けるべき存在なんて一人もいないと思ってるね。じゃあこれは何をしてるんですかっていうと、僕の余暇ですね。あ、遊び？あでも遊びっていうのは本気で遊んでるの俺、はい、学校に通ってる時はでも真剣だったでしょ。あ、私は真剣にやってたつもりそうね、その瞬間って一生懸命だったでしょ。俺もそうだもん、はい、あの時めちゃくちゃ真剣だったよ。今思うとレベル低いと思うのよ。それでいいじゃんっていうか、はい、教育コミュニティどんなものを作るんですかって言われて、リアルですかオンラインですか、確かにリアルが間違いなく価値が高いのは分かってる、はい、だけどじゃあオンラインを否定するんですかって、そうなんだ、うん、オンラインもいいリアルもいい、でもリアルに来てほしい、これでいいじゃんって。あ、そんだけ。どんなもの作りたいんですかってよく聞かれるの。知らん、でもめっちゃいい会になるみたいな自分はこうこれっていうものがないとダメっていう風に思ってたんですけども、なんか今日の話聞いて、これって決めたものがすごい具体的じゃなくてもやれば後からついてくるんだなっていうイメージですかね。なんかまずこれってものはいるのよ。この理想を引き寄せるためには具体的な目標を掲げて数値化して、それに対して行動していって、でトライアンドエラーしていくっていうのが必要なわけだけど、でもこっち側の目標を達成するぞとか行動するぞとかトライアンドエラーにフォーカスしちゃうと大事なあっち側が見えないわけよ。僕はまっすぐ子どもの笑顔あふれる社会を作るんだって、それを毎日見続けて、それにふさわしい手立てはないかなって、その一つがママためコーチング塾だし、 TikTok 塾だし、新しい作る教育コミュニティだし、遠くは見てるけど近づいてくれば具体的なものなんていくらでも出てくるはずだから、どうせ分かってくるから誰か手伝ってって感じ。レベルが高いとか低いとか、はい、あ、どうでもいいフォロワー数も数字の増減見てるじゃん、はい、見てるくせにあんま興味ないのよ。それも全部暇つぶしでも最高の暇つぶしだと思ってる。これだって YouTube だってそうだよ、はい、教育コミュニティも暇つぶし最高のねって感じ。その世界に踏み入れたいっていうふうに思いました、うん、大丈夫か、こっちの世界は険しいぞ、はい、なんか険しいんですけど、はい、自分を出し切りたいというか、だって絶対いつか死ぬじゃないですか。どうせ死ぬんだったらちゃんと自分使い果たして本気で死にたい。だから本気で遊んでるんだよ俺、はい、ふざけてんだけどなんかすげえいいもんが出るのよ。さっきもね、あの午前中で帰られるお母さんがね、変わりましたってアドバンスコースも受けますって言ってくれて、真剣に遊んでたらそんな人が変わったって言ってくれる。こんな仕事俺ふざけてんだよ、ずっとふざけんなよ本当って言われてもふざけたいの。ずっとふざけるって決めてんの、はい、ふざけてんじゃん文科省だから俺もふざけてやろうと思って、一生懸命学校の先生は勤めてるつもりなのに
ふざけんなよって思ったから、よしめっちゃふざけてやろうと思って、もうめっちゃふざけてこの人生終えようと思ってます。自分もふざけてる自分がすごい大好きで、バスケの、はい、TikTok でふざけてね、あれは本気でふざけたなって自分の中では思ってて、うんうんうん、なんかその瞬間がすごい実は好きで自分は、うんうん、でもそこで本気でふざけてるだけじゃなくて、価値のある本気のふざけを、うん、やりたいなっていうふうに改めて思いました。だ本気でふざけると人が集まるんだよ、はあ、ママためコーチング所はでもずっと俺ふざけてるからね、でも本気だから俺、はい、コーチングの価値を本当に伝えたいっていうか、それをいかにふざけっかなって感じ、楽しめる人生を、うん、そしたら人が集まる、はい、だからふざけんなっていうか、ふざけろお前ら本当以上です、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。自分が教員の時にやってた時に離れて感じたのは、もっとふざけろっていう風に、もっと自分出していいし、もっとふざけていいしっていうのを伝えたいんだなっていうのが改めて分かりました。ドラゴン先生が話しているところが自分が伝えたいメッセージだったんだなっていう風に改めて思って、なんかもっと大人も子供もふざけられる世界を作っていきたいなっていう風に思いました。ぜひこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。